はい、というわけでですね、はい、まずは皆さんにご報告がございます、はい、12月7日に私たちヘラヘラ三十四がフライデーでグラビアの袋閉じをさせていただくことになりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶすごいよね。はい、だいぶすごいでございます。だいぶ黒閉じ。わお、黒閉じということは結構ね、軽く見でやらせてもらってます。はい、申し訳ないですけど、はい、で、テーマが流出盗撮、はい、流出と盗撮がテーマとなっている袋閉じなんですけども、フライデーさんにせっかくでしたら YouTube 一本何かフライデーをこう絡めて宣伝があったら撮ってくださいって言われたんですよね。いやでも宣伝どうしようかなってすごい考えた。まあ、流出といえば人竿かなと。まあ確かに流出というか人竿の袋閉じで良かったね。でやね、でも流出というか、まあ、そういう習慣とか、習慣と言えばバレちゃったみたいな、バレちゃったと言えば人竿。まず掘り返してごめんなさいね、はい、2年前の話、はいはい、まあ、この時期といえばもうそろそろ流出しちゃってたよね。2年前は確かに、うん、2年前の今頃もうリークされた時だったんで。確かに1月1日ですからね、出してますから、ちょうどいいというか、ちょうどいい時なんで、スカイピースの人竿を引き込もうということで、ごめんなさい、すいません。一番の被害者、はい、今回の被害者は人竿でございます。で、今からね、人竿のお家に行くんですけども、人竿にはお弁当を食べてもらう企画、30分だけ撮りますっていうふうに言ってます。はい、嘘企画ね。お弁当ありますよね、かげゆくん。お弁当あります。一応ね、はい、一応お弁当持ってきました、はい、全然手作りじゃない、はい、このお弁当をね、コンビニのおにぎりでしょ、これ、まあ、食べてもらう。美味しいけど、ドッキリなので家入りました。まず謝ります、私たち。お弁当何とも言わずに、はい、ジンタンと付き合ってる時の過去の流出しちゃいけない写真がフライデーさんに載るっていう嘘というかドッキリをつくんですよね、うん、まあ結構無理やり、無理やりですね、はい、まあ、一応その当時の流出しちゃいけない写真ご用意したんですけども、絶対に流出しちゃいけない、まあこれスタンプね、はい、これはスカイパンスで陰部を酔っ払った勢いでこう出すっていう写真ですよね、はい、でこれ私たちと撮影してる時にウェーってやったんですよね。伊藤さん出しちゃいましたね、はい、まあ、マリナの携帯から流出したということですが、ほとんどサオリン関係ないんですけど、うん、す全く関係ないんですけ ど、まあ、無理やり口実を作るとして、マリナちゃんが携帯を誰かから抜き取られたんですよね、はい、この後、まあ、そういう嘘つくんで見ててください、はい、で今回のドッキリどれだけ雑かっていうのをお伝えしたいんですけど、はい、さっき私スカイピースのジンタン撮影だったんですよ。で、あ、ジンタンいると思って、この後空いてるって言ったら、たまたま1時間だけ枠が空いてるって聞いたんで、ちょうどいい、ちょうどいい、あのまだフライデーも出来上がってない状態で私たちの、ね、見せていいんですかね、ちょっとチラ見せてください、こちら、はい、うん、本誌がこうまだ出来上がってない状態でちょっとドッキリを決行するという、はい、最後にジンタンにはフライデー撮りますっていう宣伝をさせていただきます、はい、宣伝したいがために、はい、今日動画撮らせていただきました、はい、だからなんだ、だからなんだ、ただの被害者、はい、それは謝ってきます、それはすいません、はい、すいません、まあ、年末なんでね、はい、まあ、まあ、ね、まあ、年末なんで、はい、反応はいいと思います。はい、じゃあ早速行きましょうか、行きましょうか、はい、ジンタンの家にレッツゴー。はい、到着しました。はい、じゃあもう早速行きましょうか。やばい、ちゃやっちゃう、着きました。お邪魔します。あ、どうぞ入ってどうぞ。一軒目、ジンタン、ジンタンのお家に入ってきました。一回ちょっと、一回お邪魔していいですか。どうぞどうぞ、入ってください。すみません、ね、失礼します。こされたんですね。ジンタン、壁くんのぐらい汚い。なんでキャコンもね、佐々木ぶりね、佐々木ぶりだから。あ、そうだね、アリーで、アリー、審査員、審査員の話をしてくれてて、はい、はい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 、はい、そのはいはい、そのぬるっとした入り、何、どうも今日、どうもどうも、今日何言って、何も聞いてない、マジでなんか飯食うのかなみたいな、そんな、そう、ご飯系っていう話だったんですけど、引き寄せないと多分逃げられるかな、逃げるって言うのがおかしいけど、逃げるんで、何、逃げない、逃げも隠れもしないけど、じゃあ、え、何、確か言った方がいいですか、何、謝るかな、まあ一回、え、何、ちょっと言わなきゃいけない、ちょっと真面目な話があって、いや、うちっていうか、まあ、こっち、まあ、マリアちゃん、うちが発端ではある。あれ子供じゃない？いやいや、それ、それあの、全然謝ることなんだ。謝ること？え、なに？え、俺に？なに、マリアちゃん。まあ、この間、ちょっと、あの、とある、こう、騒いでる。騒いでる、トラブル系クリエイターの人とちょっと、飲み会があって。おぉ、なにそれ？飲んで、うん。その時に、あの、ちょっと、ジンタンの画像で、ちょっと、流出しちゃいけないものを、うん、宿
盛り上がったんだって、飲み会でその画像で盛り上がっちゃって盛り上がって抜き取られちゃって、うん、エアドルで抜き取られたね。エアドルで抜き取られた、あの転送されたってことでしょ。抜き取られちゃって、うん、あ、こっちの携帯からこうピュッていったってこと。で結構なんか後から抜き取る時はそういう風にする、手癖悪い、結構やる、いやいや、やばいやつ飲んでるやん。じゃあ後から聞いて X そういう感じだもん、ね、あ、そうそう、そういう感じだから、うん、怖いの、何それが抜き取られて、まあ要はあのフライデーさんに売られたと。何それ何それ、結論でやらない、え、フライデーに売られたの。違う、で、その画像がただ面白画像だったらいいんですけど、うん、はいはいはい、ちょっと炎上しそうな画像なんで謝りに来た。一回すぎて、本当に本当に申し訳ない。12月7日発売のフライデーなんですよ。でも先に言われて、うん、その紙面がまだ出来上がってないから、はいはい、データできた、うん、怖いんだけど、何何その画像くんの。だから流出したやつだから自分らでも印刷できるよ。何何何、乗りますよ乗りますよっていうのがっていうか、これでもフライデーさんのいじりとかないから、うちらが印刷したやつなの。じゃあいきます、うん、バカ。じゃあもう一枚の方がやばいです。気弱さが起こるやつなんです。みんなみんな二人は、二人はみんな俺のチンコ。おい、これフライデーいくらで買うねん、こんな画像。ここの気弱さが起こってやばいです。あ、ここの〇が切れてんだ。あの、ごめんなさい、良くないです。でもやっぱりまだマシなのがフライデーさんのデジタル版だと思う、動画が。え、動画も、え、これ動画なんだよね、もともと。え、これ動画なの。お気に入りして、それ記憶あんまないんだけど、これやばすぎる。ちょっと待って、やばすぎる。何これ、え、これ俺、これ本当にやばい、やばい、これやばい。これこんなんだったっけ。これはもう炎上、炎上、あ、もうやばい、もう炎上。動画で載っちゃうの、デジタル版。デジタル版、デジタル版これ載せんの。ちょっと待って、でも待って、覚えてないんだけど、これちょっとこれね、確かに大きくしてほしいよね。ちょっと大きくしてほしいよね。でも少しは来るんじゃない、修正みたいな。修正きます。ちょっとここ伸ばせますよ。進化でかくしてほしいですか。情けなすぎるわ、俺。お、全然覚えてないんだけど。先に出しちゃおうみたいな、そのフライデー。あー、なるほどね。出す前にフライデー、これ記事になるの。どうになるかわかんない。これが、いやいや、怒られるとしたらここのペットボトル会社なんかな。そう、多分会社が怒るのかな。なんかサウニーも映ってるし、動画ね、だからうちらのとこに来たっていう。まあ、あなたが流出させたから来たんですけど。おかしいだろそれ。見せるな、人のチンコ画像を。おっぱい見せろじゃん。うん、でもまあまあ、笑い事じゃない、笑い事じゃない、笑い事じゃないんだ。本当ですからね。本当なの。YouTuber の信じられない裏側、うん、あー、いや、それにしても弱いって、絶対弱いって。なんかさ、コムドットとかやったらまあまあ確かなるかもしれないよ。コムドットの友人、スカイピース。いやいや、コムドットどんだけ強いねん、コムドット。そして俺弱い、俺ら。コムドットの友人で測るの弱い。うわ、でも楽しそうだな、これ。これ皆さんには見えてないかもしれないですけど、結構でかいですからね、正直。この話、あ、これですよ。え、ちっちゃくない？バカか、お前。え、ね、ちょっと、ちょっと寒かった。まあ、冬だったか。寒かったな、それ冬だから。どういうことなの。どうしたらいい。どうね、どういうこと。申し訳なさすぎてどうしよう。いや、これはじゃあもう謝る。おっぱい見せて一人ずつ。でも、世間が許さないわ、それは。ここではまあごめんなさいできるけど、うん、これ出た後も世間が、世間が逆に謝んなきゃいけなくなって、一緒に世間に、うん、何で謝るんだろう、これ。それで、ここなんだよ、ここなの。やっぱてか、ファンの皆様じゃない、ファンか、うん、まあまあ確かに酒の勢いで出してたのか。いや、これ俺そそのかされてるわ、多分誰かに。彼女がいて浮かれちゃったんじゃない。なのかな。知らない人の目の前で出してるんだったら、確かに、ただ本当に変だけど、彼氏彼女だったわけじゃん。確かに。え、これ付き合ってる時？うん、そうだって。あの時？そう。王宮版タコちゃん。うん、あ、あの時？だから悪くないで、うちら。起きたら俺の部屋でサオリと二人でやってた。あ、そうそうそう、その時。あ、その時。全然悪いことじゃない。まあまあ正直ね。やだね、彼氏これ。よかったね。でも、おっぱい見せたら一旦うちらのことを許してくれるんでしょ。うん、うん、はい。おっぱい見せるんじゃん。一人一人おっぱいの写メ撮らせてもらえたら。じゃあおっぱいを見せます。見せます。あ、もう撮ってんの。ちょうど見せます。おっぱい。てか、じゃあすごいね。すごい君って、何本当におっぱい見たらそれは許しますよ。おっぱい見せたら、ええ、じゃあ見せますよ、はい、おっ、え、それそう、あ、もちろんもちろん、多分ね、ずっと見えちゃってる。ごめんね、モザイク、確かにここに言うと頼むよ、ちゃんとモザイク頼むよ。じゃあこちら、はい、どうぞ、いきます、はい、せーの、お、ヘラヘラ三重視ハレンチエロス写真流出。お前まさか宣伝か。
お前らまさか、お前らまさか宣伝に来たな、おいおいまさか写真集の宣伝来たんちゃうよな。フライデー本書書いてあるね、うんうん、あ、フライデー、フライデーの袋閉じ、うん、行きますフライデーの袋閉じだから、あらちょっとおっぱい出すぎじゃない、あれおーおっぱいを、じゃあ次、はい、でかでかっまずね、でかっ、あーもうね、いいね、ちっちゃくて G カップの、うわ、いいな、最強ミニグラボディ、ミニグラボディ、ミニグラボディ、エロー、大ワンマンが、これちょっと見えてんじゃないのこれ、今日丸見えでしたから、ジータおめあなたは丸見えでしたから、ちょっと丸見えでしたよ、いやいや確かにね、おっぱい見れたんだこれ、うん、見れたんですよ、ちょうどおっぱい、何テーマがこちらね、流出っていうテーマで、流出か、はい、ちょっとエロくないこの感じ、そうなんですよ、だから何やんのこれ、本当に、はい、エッチやん、隠し撮りで撮るっていう、隠し撮りやん、いや流出だったらね、俺とサオリンがサウナ行った時の画像とかもあるんじゃないですか先ほどね、それにしようとしたあのね、改めて見るとマジヤバいです、悩んだんですけど、あれ流出ですよね、汚くてびっくりした、やばいねこれでもこれ流出したらどう、これ影くんどう、これほんと最悪これやばいね、同じポーズして、同じポーズして今どれどんな全裸バージョンでこうしてますはい、これの画像を、はい、うん、フライデー12月7日袋閉じの宣伝です、はい、なるほどね、はい、すいません、あ、じゃあ俺のチンポ画像はまだ出てないですか、流出しません、よかった危ない、まさかおっぱいの振りが来ると思わなかったね、すごいです、さすが、いやいや、じゃあでも12月7日おめでとうございます、ありがとうございます、お弁当客はない、まあまあでもお弁当持たせてますから、でもお弁当一応ケータリングえ、俺らの今日のケータリングじゃない、ありましたね、あのラップのところで、うん、それ持ってったわけじゃない、違ありがとうございます、ね、食べてください、まあそれだけなんですけど、あ、そうなんだあ、それでわざわざ来てくれたんですね、わざわざ、わざわざ待たせてしまいました、あ、全然全然、あ、嬉しい、ありがとうございます、性格の空き時間をね、ねえ、いや、すごいエッチな写真集出して、うん、今日はこれでいいやって、今日のおかずは見つけましたあ、ちょっといいですか、決めたおかずちょっと、はい、でもこれね、盗撮の撮影の仕方むっちゃすごいよね、うん、あれ気づかないよね、普段やってるよ、やってるよ、あれやってんの、わかんない、撮られてるの、なんか影でこそっと、これガチ盗撮だしね、うわ、すごいね、これエロいわ、この後ろ姿のとか、ちなみに何系が好きなんですか、こういう見るとしたら、あー、エッチなビデオですか、確かにタイトルどういう系の、僕はもう素人です、あ、素人、素人AV 女優さんはやっぱりプロ意識を感じた途端終わりかな、あー、なるほどね、うん、まあ、逆のプロ意識もあるかもしれないですけど、うん、素人っぽさみたいな、うん、でも分かっちゃうと素人っぽさ出してるんだ、ど素人、まあ、分かりますね、やっぱりそれはど素人、慣れてないっていう感じ、やっぱりリアルな感じって、そう、リアルな感じがやっぱり買ってます、ちゃんと DMM で、あ、無料じゃないけど、あー、もう僕お金出したい人なんで、お金、エロに、そうなんですね、じゃあ、うん、買っていただいても、いやいや、マジで買えますよフライデーさん、その代わり何か記事出たとしても黙っといてほしいですねそうですね、もう私そこはね、ガチのフライデーなんだ、じゃあガチガチガチ、これはガチガチです、すごいね、ヘラヘラ感じを超えてからさらにセクシーな感じになってきてていいですね、ありがとうございます、うん、1、2、3、いいよね、これおもろいよね、確かになんかこの流れおもろいね、モザイクかけて足してくんないかな、うまくなんとかね、上からねお邪魔しました、あー、なるほど、いや、おめでとうございます、すいません、ありがとうございます、買いますわ、それは買うエロさありますからね、おおいい、デジタル写真集もあるんですよね、あ、デジタルもエロいよね、マジで、それデジタル写真集、でも先に見せちゃいます、買えんの童貞みたい、童貞みたい、童貞みたい、童貞買えんの、初行なんで、初行なんで、修正前ですか、うわうわうわ、すごい、この色合いといい、もうエッチやん、どうやら、うわうわうわ、すごいね、流出っていうのは興奮しますからね、やっぱリアルを、リアルね、すぐリアルだ、やっぱリアルを求めますから、このボケてる感じがリアルで、うわ、エッチやな、これでも見てきたじゃないですか、確かに、いやいや、もうしばらく見てないですか、でも30… なんか、老人風みたいな、しばらく見てないな、お前の話しばらく、しばらくおじいちゃんと、おじいちゃんとおばあちゃんの会話じゃんね、30の口を知らないですから、ね、そうだね、でもこれ着てるからまたいいんじゃない、
うん、黄色ね。そうそうそう、黄色いいかもしれない。その先の見えないところみたいなのね。はい、こっからです。もうダメです。前なんでよ。これ全部ですよね。確かにそこはもうマジで。こっから先はダメです。有料ですか。有料です。課金系で。課金課金。いい反応してくれた。いやいや、めちゃめちゃ本当に、いや、めちゃめちゃ嬉しいですわ。ありがとうございます。どうなることかと思ったけどね。ね、よかったです。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。こちらこそ来てくださって。じゃあぜひフライデーの方ご購入お願いします。今日のおかずはお前だ。お前怖い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